おじさんです。引き続き言語処理に関わる神経基盤について見ていきます。音声言語を理解する際には耳からの聴覚信号に基づいて音素や音節を同定しそれらを統合した情報を用いて語彙情報にアクセスするという常識的な考え方に従えば音声知覚は音声認識の一部です。 したがって音声知覚が障害されれば音声認識も障害されることが予想されます。しかし実際には音声知覚と音声認識はいわゆる二重乖離を示します。すなわち脳障害によって音素音節の同定・弁別はできるが単語の意味が理解できないという症状になる場合と その逆に音素、音節の同定、弁別はできないが単語の意味は理解できるという症状になる場合とがあります。音素とは、言語における音声の最小単位です。日本語では母音語、子音13、半母音2と、20ほどあります。音節とは、音声上のまとまりの区切りです。おはよう、であれば、音素では、O、H、A、Y、O、 U の5つ、音節では、お、y よ、うの4つに分けられますよう、う空気の振動として耳に届いた音声は、内耳で電気的な聴覚信号に変換された後、視床のうち側室状態などを経て、大脳の音速そく一時聴覚のに到達します。 お速東海から側東平面及び上側東海にかけての領域で聴覚信号の周波数特性と時間特性の分析が行われます。隣接する上速東郊の中部から後部は、実在語でよく使われる音の組み合わせに強く反応することなどから、5位レベルの音韻処理を行っていると考えられます。 おう東海から上足をつこうにかけての音声処理は両側の大脳半球で行われており、両側の上足東洋に損傷を負うと音声近くに重い障害、聴覚性質の、が出ますが、片方だけの損傷でそうなることは稀です。ただし、 左右の半球はやや働きが異なっており、音素のカテゴリー近くなど分節音の処理時間的に早い変化は左半球優位で、音節境界や韻律など超分節的特性の処理時間的に遅い変化は右半球優位で行われます。音声言語処理には聴覚の出の処理に加えて、 副速炉と配速炉と呼ばれる2種類の神経ネットワークが関与していると考えられています。これを二重経路モデルと言います。副速炉は、聴覚やから中側頭回 MTG、後部や側頭用全部を経てか前頭回 IFG、三角部、眼下部につながる左右両側の経路で、意味理解のための音声信号処理を司りますど側部は 両側の聴覚やから左頭頂弁外部に分岐し左前頭腰後部運動前の背側部 IFG 弁外部につながる経路で聴覚信号を前頭腰での聴音に使われる運動表彰に変換する働きを持ちます。 両側の中側東海後部及びその周辺は心的辞書にアクセスする働きを持ちます。心的辞書とは脳内の語彙項目、形態素、単語、イディオムなどの情報の相対です。各語彙項目について少なくとも意味、統語、語を配置して文章を構成すること、音韻、アクセントとイントネーション。 綴り文字の並びなどの情報がネットワークを形成しており、側頭用から登頂用にかけての広い範囲に分布していると考えられています。中速開口部および周辺の領域は、聴覚による言語理解の際に、上速倒壊からの音韻情報に基づいて単語の意味情報を取り出す働きを持ちます。 両側の側頭葉後部に損傷を負うと聴覚による単語理解に障害が出ます。左右どちらか片方だけの損傷では、よく使われる短い単語の理解への影響は小さいです。ただし、損傷部位が左側頭葉後部の場合、語彙分解が必要な形態的に複雑な単語の処理が困難になります。 このように心的辞書へのアクセスは両側の側頭用後部が関与していますが左右でやや働きが異なります側頭用後部は中重足などによって側頭用全部災害法等下前頭腿三角部眼下部につながっていますこれら前方領域は戦略的語彙検索や統合文章理解などより工事の処理を果たす役割が大きいです 配側炉は、聴覚やは球状束や常重足によって運動前の配側部や上前頭海弁外部につながっています。この音声処理の配側炉でいわば中継点として機能しているのが、シルビウス溝外側口最高部に位置する側頭、頭頂結合部 TPJ です。側頭・頭頂結合部は、 聴覚やの処理で得られる感覚表彰と前頭葉で聴音器官への指令に使われる運動表彰とを統合し、両者の対応付けあるいは変換を行う機能を担っています。左側頭、頭頂結合部から上側頭階配側部にかけての損傷で、聴覚理解は良好ですが、発話算出の際に音韻レベルのエラーが頻発する伝導失語になることがあります。 聴覚やや副速路と異なり、配速路での音声処理は左半球の優位性が高いです。例えば、無意味語を聞いた後に心の中で繰り返す課題で、聴取時と繰り返し時に共通して、両側の加速糖後後部に加えて左側頭、頭頂結合部、前頭腰後部の不活が観察されています。この課題では、 配側部に加えて上側頭階前部から向上側を介しての前頭弁蓋への経路も復活しますこの経路も副側炉と呼ばれることがありますこの経路は機能的には副側炉よりも配側炉と密接に関連していて音声や単語の配列順序を予測、モニタをしています配速路は。 幼児の言語発達において、周囲で発せられている音声と自発音声とのズレを認識し、聴音器官の運動を調整していく上で必要不可欠です。また、音声の感覚表彰と運動表彰との変換を繰り返す、リハーサル、ことによって、言語性の作業記憶の機能を提供します。言語性作業記憶への負荷が低い場合は聴覚野が活動し、 負荷が高くなると聴覚のに加えて左側頭、頭頂結合部、前頭葉後部の活動が高まります。例えば、音節の最初の死因が同じかどうかを判断する音素弁別課題で、リップとティップのように陰を踏んでいる優しい刺激対を用いたときは両側の上側頭回だけが復活し、 リップと点のように陰を踏んでいない難しい刺激椎を用いた場合は上側頭下位に加えて左半球の頭頂葉下部、前頭葉下部に不活が観察されたという報告があります音声近くできないが音声認識はできる症状は音声の二重経路モデルで説明できます 音素・音節を同定弁別する音声知覚課題を解くためには聴覚のの処理で感覚表彰を得るだけでは不十分で分節化したり結合したり比較したりする間感覚表彰を作業記憶に一時的に保存しておく必要があります二重経路モデルによると配速炉がこのような処理を担っているので 配側路の一部である左下側頭階後部、前頭腰後部に損傷を負うと音声知覚の課題が遂行できなくなります左右どちらの聴覚野と副側路が正常であれば、聴覚野から出力された感覚表彰をもとに副側路で心的辞書にアクセスし、音声認識の課題を解くことができます 筋力トレーニングをして体を鍛えると筋肉が大きくなりますが脳を鍛えるとどうなるのでしょうかウーレットマグイレ2011はロンドンのタクシー運転手は普通の人よりも海馬が大きいということを報告しています海馬は側頭用の内側にあり長期記憶形成や定着に重要な役割を果たす領域です ロンドンのタクシー運転手になるには道路事情に関する難しい試験に合格しなければならず合格後もさらに複雑な道路の知識を更新し続けなければなりませんそのためロンドンのタクシー運転手は経験を積めば積むほど会話が大きくなると考えられていますそれでは単語をたくさん覚えた場合脳はどうなるのでしょうか 知っている単語の数が多い人ほど左半球の円上階後部の開発室の密度が高い傾向にあります左円上階後部は単語の発音つづり意味など様々な情報が交差する領域ですこのことから円上階後部は単語の様々な情報を関連付ける処理に関与しており そのために語彙量が増えるとこの領域の開発室の密度が高くなると考えられています炎上界後部の開発室の密度は第二言語の運用能力とも相関します第二言語の能力は語彙量と密接な関係があるのでそのために第二言語の能力と炎上界の密度が相関を示すかもしれません 関連付けられた語の情報すなわち心的辞書は脳のどこに極在しているのでしょうかこれまでの研究から単語の情報は左側頭葉を中心に大脳皮質の広い範囲にわたって分布しており場所によって蓄えられている情報の種類に違いがあることが報告されています例えば 左側当局に損傷を負うと有名人の写真を見せて名前を言うことが困難になりますが他の種類の単語例えば動物や道具の故障には問題がないことが多いですこのことから左の側当局には人名に関連する情報が蓄えられていることがうかがえますしかし人名を表す単語についての情報が全てそこに記憶されているわけではありません なぜなら損傷を負って写真の人物の名前が言えなくなっても写っている人が誰なのかは認識できます一方右の側頭局に損傷を負うと人物の認識ができなくなりますこれらのことから人物の概念情報は右の側頭局にあり 左の側頭局は人物の概念と名前を結びつける処理あるいは結びつきの情報の貯蔵に関与していると考えられます。このように単語の情報は大脳皮質の広い範囲にわたって記憶されていますが概念の種類ごとに分布が異なっており脳の損傷箇所によって障害が出やすい概念が異なります。 このように特定の概念範疇の単語に強く影響が出る障害を範疇特定的障害と言います。新的辞書に蓄えられた膨大な情報の中から目的の情報を探し出して取り出す過程を語意検索と言います。語意検索には左中側頭会が中心的な役割を果たしており、 左下前頭肝がそれを支援する役割を担っています。転換治療の一環として行われた研究では、左の上側頭肝から中側頭肝、ウェルニッケや、にかけて、局所的に電気刺激を与えて脳機能を麻痺させると、絵に描いたものの名前を言ったり、書かれた単語を読み上げたり、聞いた単語を繰り返したりすることはできるが、聞いた単語の意味が理解できない、という症状。 超皮質性性感覚性質語の一種を示します故障できることから後のシステムは損傷されておらず、副唱や音読ができることから音声、音韻処理にも問題がありません。それにもかかわらず聞いた単語の理解ができないということは、音声情報に基づいて心的辞書にアクセスする処理が障害されていることを意味します。この研究では、 左半球の上側頭会途中側頭会が語彙検索において重要な役割を果たしていることを示唆します。左中側頭会後部とその周辺は、言語算出の際に概念、意味情報に基づいて単語の音韻情報を取り出す処理にも関連します。この領域は、心的辞書にアクセスして意味情報と音韻情報を双方向に関連づける役割を担っています。 この領域に損傷を負うと単語の意味処理に障害が出ます左の下前頭科では前方の眼下部と後方の三角部から弁外部にかけての領域とでは語彙検索における役割が異なっています眼下部は目的の単語の意味表彰を戦略的に活性化させる働きを持ちますそれに対してより後ろの領域は複数の候補の中から選択したり 競合する意味表彰を抑制したりする働きを持ちます。